はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はものすごい情報をうちの本部インストラクターの森川正樹氏から僕は聞きました。今ね、とにかく一番世の中に人気がある、まあ、お花っていうか、この旬なお花って皆さん何だと思います？僕はね、気づかなかったね、まあ、気づかないね、理由があるんですけど、これなんですよ。このミモザ、ミモザアカシアですね。これがとにかく人気があるらしいです。で、これのね、何が一番人気あるかっていうと、僕はなんかガラスの花瓶とかにこういけるのかなと思ったんですけど、うん、これのね、とにかくリースが、ミモザのリースが人気があるらしいです。で、僕がこのミモザに取り組んでこなかった理由というのは、僕ね、これの花粉症なんですね。すでに今ちょっとやられてて結構かゆいんですけど、今日はでもこれがね、本当に一番人気ということで、このフラワー TV をご覧になっている皆様のために、僕が今日はこのミモザのリースを皆さんに教えます。これね、僕ね、結構可愛いの得意なんで、世の中に存在するミモザのリースよりははるかに可愛いものができると思います。では行ってみようか。どうぞ。はい、ではね、まずこのお花ありますよね。このお花、このお花を全部こういうふうに、こういうふうに取っていきます。これ結構来てるね、マジで結構来てるよ、うん、いや、かゆい、マジでかゆい。あー、なんでこれやってんの。かゆい、かゆいです。あー、ちょっとマジ目きた。でもね、ラバー TV の皆さんのためにやりますよ、やります、やりますよ、僕はやります。あかん、これもうあかんよ。今ミモザのリース作ってますってブログでこう流したら、ブンブンいいねが鳴ってるんです。よくないんですよ、目がかゆくて。これミモザって実は葉っぱを取った方が全然綺麗なんですけど、今回のこのミモザなんかね、すごくこう葉っぱが綺麗なんですね、ほら。んー、だからちょっと今回この葉っぱをね、利用していく方向に今考えてます。僕大体こうやりながら考えるタイプなんで、先にこうプランが出来上がってないんですよね、いつもね。まあでもね、こうやって皆さんと一緒にね、ミモザのリースを作る時が来るなんて思ってもいませんでしたね。今もうちょっとで1万人になりそうな感じでもないか、あと1000人ぐらいかな、なんですけど、オフ会やりますから。で、これ葉っぱ、この葉っぱも、これね、葉っぱもこう1枚ずつ取りましょう。めんどくさがっちゃね、いけないんです、こういうのは。基本的に可愛いものに関しては手間がかかります。でね、その手間を惜しむと全然可愛くなくなるんですよ、可愛いものって。なのでやっぱり可愛いものはなんかもう超可愛いとか言いながらやるのがいいです。超可愛い、超可愛いって言ってると、なんか大変な道も乗り越えられるような気がしませんか。そういう気がしますよ。みんなで頑張っていきましょうね。
僕も頑張ります。